皆さんこんにちは、自己破産よしひでと申します。はじめに、僕はですね、28歳の時に浪費が原因で約1000万円の借金を作り自己破産をしました。自己破産とは、法的に借金をこうチャラにする制度で、たとえお金を借りてたとしても自己破産が認められれば返さなくてもよくなります。そのためですね、貸してた人にはですね、大きな迷惑をかけてしまうわけですね。このチャンネルでは借金で首が回らなくなった人を応援したり、再びですね、借金を重ねることがないように、心理学を使って更生予防するためのチャンネルです。もし興味がありましたらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、さて本題に入ります。今日はですね、たった一つの質問に答えていただくだけで、あなたがですね、多額の借金をしたり、自己破産をする可能性があるのかないかがわかります。はい、あなたのお金への考え方が一発でわかる質問ですので、自分のその金銭感覚っていうのを把握するためにも、最後までお付き合いください。それでは質問します。あなたに今1万円を差し上げましょう。ただ1年もらうのを待っていただければ1万5000円差し上げますが、今もらいますか、という質問なんですけども、この質問であなたが借金をしやすい人かどうかがわかります。この質問何と答えますか？おそらくですね、普通の人だったら1年後にもらうという回答をすると思います。だって1年待つだけで1万円が 50% も増えるんですよ。銀行にね、1万円預けても1年後に1万5000円になってることなんてありえないので、賢い選択をするのなら1年待つという選択になると思います。しかしですね、この自己破産をする人や借金を重ねる人というのは、今もらうという選択する人がほとんどです。借金を重ねる人というのはですね、目先の利益だけに飛びつきがちな傾向があります。これをですね、行動経済学では時間割引率と言います。人間にはですね、将来もらえるお金の価値を表面上の金額よりも小さく感じる、いわゆるですね、ちょっと割り引いて感じる傾向があるんですね。なので、1年後までお金を受け取るのを待てない人のことを、時間割引率が大きい人というのですが、こういう人はですね、せっかちな人が多くて、お金や健康などの長期的な計画を立てるのがめちゃくちゃ苦手です。本当苦手。僕もすごく苦手でした。はい。だから目先のことにとらわれてしまって、欲しいものをすぐに手に入れなければ満足できないので、借金をしてまで手に入れようとしてしまうんですよね。皆さんはどうでしたか？おそらくですね、時間割引率が大きいタイプだったという人もいると思います。そういう方はですね、今までのこのお金の使い方を見直してみることをお勧めします。多分待てずに衝動買いなどをしてしまったことがあるはずですよ。はい。で、この質問を受けて、自分って時間割引率が大きい人なんだ、最悪っていうふうに思った方もいると思うんですけれども、逆に僕はですね、これいいことだというふうに思いますよ。もう幸運だというふうに思います。なんでかっていうと、自分の性質を分かることができたので、今後はですね、やっぱ気をつけようという意識が働くからですね。自分の性質が客観的に見て分かったのなら、あとは注意をするだけで予防できます。何か買い物をするときに、この買い物って本当に大切な買い物なのかな、この買い物をすることによって他にもっとできることはないのかなとか、このお金でもっと違う人を幸せにすることはできないかなとかっていうね、そういう思考になることができると思いますので、今回のですね、質問でもし時間割引率が、ね、大きいタイプだったっていう人は、自分のその性質っていうのを分かることができたので、決してですね、悲観的になる必要はないので安心してくださいね。はい、いかがだったでしょうか。ちなみにですね、僕もですね、時間割引率は大きいタイプです。時間割引率が大きかった人は、物を買う前にもう一度じっくりとですね、考えてみてください。よろしくお願いしますよ。ちなみにですね、この説明欄に僕のアドレスを載せておきます。もしですね、借金に対しての悩みがあればご相談に乗りますので、何でも答えますので気軽にメールをしてきてください。ただちょっと一つ注意としては、僕はちょっと弁護士でも行政書士でもありません。ただ自己破産経験者ということで、あくまでも僕の実体験をもとにですね、相談をお受けしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。もしこの動画が良ければチャンネル登録と評価ボタンよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。